はい、ということで、アモマリ実況者杯3グランプリ目、泣いてもらってもこれで最後ということで、始まっちゃったな、ついに。どのコース選ぼうかな。ちなみにね、前回第2グランプリがなかなかに好調で、まあ、無事今僕ら、伊豆さんと僕のチームはね、総合1位なんで、まあ、ただ2位と僅差だから、まだ油断はできない。ここはやっぱビッグブルーっしょ。ああ、僕の庭なんで、勝てるとは言っていない。そう、もうチーズランドはね、前回選ばれて、リンリンメトロも走れたんで、今回はビッグブルーを押していこうと思います。よろしくお願いします。はい。3グランプリ目、1レース目はレインボーロード、シンということで。いや、これ選ぶのなかなかに鬼畜ですね。初心者をはめに来てるわ。まあ、ただ僕ね、実はこのコースそんな苦手じゃなくて、むしろ得意まである。まあ、ただ最後のショートカットがちょっと不安定なんで、そこ怖いですね、やっぱ。そう、あのショートカット結構むずくて、緊張したら失敗、押されすぎなんですけど。いや、我、軽量級そう？もうちょっといたわりの心はないんですかね、皆さん。ね、重量級使いまくって、本当に。許せねえ。まあ、ただこのコース、バグアイテムボックスがあるからして、打開も問題なくいけるんご、ということで。ショートカッティング。これ、ダブル絶対欲しいから、前の動向確認。いや、そっち行くんかい。しかも取らんのんかーい。今のはバナナにひよって感じかな。ちょっとここはね、一回コイン取って、スター使いながらショートカットの練習するか。この辺かな？ほっ。うまいんごー。ダブらないからシングルだけ押して、タキオさんがまあいいね。さあ、ちょっとブレーキ踏んでライン調整しながら、キンキンを使って前に行く。で、サンダーが絶対降ると思うんだよな、どっかのタイミングで。だからそのタイミングでできればスターを使っときたいけど、そんな、まあ、都合よくいかないのがこのゲームなんで。そのミドルコーラ怖すぎ？さあ、かわして、これでコインフル馬力。ナイスナイスナイス。で、キノコ。なんかジャンプアクションが入んない、これバグ？ジャンプアクションがいいってそれ引かれるんかーい。ただ、ダブルはいただけません やべえなー。ここのアイテムスルーはかなり痛い。めっちゃ豪華なんで、アイテム。ただ、これ一回、ひよろ、これ一回。ワンチャン、向こうから、あ、よかった、行かないで 行ったら、お父さんでしたわ ここはしっかり危機を未然に防いでいく？よし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 。お父さんコースだった、もうちょっとで。このキラーどうされました？いつかおか、やべ！まずい。うぅ！ここの落下痛えな。しかもこれ、ここでキラー使ったら変な場所で終わんない？これ。大丈夫かな？いや、大丈夫じゃないです。まあ、そこで終わんならまだ大丈夫。よしよしよし。ちょっと落下で前と差がついちゃったな。いや、でもこれ、ダブルボックス、いや、ショートカットかな、これ。で、義足さんと別方向行ったら多分取れるんでね。ダブルしっかり拾って、強い。これ、キラーはどこで使うのが正解、これ。まあ、ショートカット5か、さすがに。ほい。で、いけ！どう？ナイスサンダー！熱い、これは！運ゲー始まったわ！ナイスサンダー、マジで！ GG！ サンダー、神か！ サンダーゲーだよな！ マリオカートは運ゲーであることが証明されてしまった いや、神、そのサンダー、マジで。てか、スナサメさん1位じゃん。まあ、水さんと3、4取ったんで、これは熱いね。はい。2レース目はマリオサーキットってことで、まあ、前回4位だったんだけど、実はあんまり調子に乗ってなくて、まあ、なぜかというと、さっき勝ったっていうか4位だったのは完全に運ゲーだったので そう、正直ね、レース的にはあんまり良くなかったんだよね。走り的にはね。うん。なんで4位になったかっていうと、完全に運ゲー決めただけなんで、ここは調子に乗らず、むしろ謙虚にやっていきたい、謙虚にね。さっき勝ったのはたまたまなんだぞってことをね、忘れないようにしていこう。で、このコーススター強いから、まあ、打開もでき、いける。ナイス。さあ、キノコ4つか。スターが強いんですよね。これ抜いたら赤コーラぶつけられるんで、あえてジャンプアクション入れずに、スナサメさんに前に行って、ナイス。投げて戻ってね。おっ、ぶれ。ダブル。いやー、これ1個交換できなかった。まあ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 。1回これコインかな、ここは。1回コインルート選択。で、前が結構離れてるんで、ワンチャンこれ5位でもスターとか引けねえかな。で、これ前が13なんで、これ死んでもこの赤コーラ投げることはできないっていう。さあ、トゲゾウコーラ行った。あ、なんか赤消えたわ。なんか譲り合いが発生したら譲り合いが。いいね。てか、なんでこれトゲゾウあそこで俺まだ5位なんだ。さあ、義足さんが潰されている。あ、1対1、ナイス。あ、マジか。ちょっとダブル取ろうとしすぎたな。まあ、どうせサンダー振るんで、すべては無に帰すから、そんなに関係なかった気がする。まあ、それサンダー回避おるやんか、これ。サンダー回避は羨ましいね。押されすぎん、ゴー。ダブルいけるかな、これ。いける。ナイス。いや、もう後ろ潰します。さあ、トリッピーさんが被弾、あ、1回これダートかも、1回。オッケー。ダート噛んで被弾回避して、5位かどうかの6位ね。
で前がビクザベさんのビクゾーさんってことで潰してもいいけど後ろが怖いから赤保持してできればバナさん弱え。危ない危ない危ない。さあ奇跡的な神回避、さあ赤コーラをしっかりケツにぶつけて、はいはいはい、いやそこ取るか義足さん、それはいやー義足さんこれはエッチーわ、完全に狙ってますわこれ。いやー空中エンドやーべえ、これこれ一回かわそう、オッケーオッケー、いやまだまだ最後のアイテム次第であるから、ここはダブラオッケー、ここはね無難にシングル取って、ナイススター、スターでしっかりショートカット決めて、まあ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 8位でいいよ、ナイス。まあ最低限のパフォーマンスはできてるのかな。てかやべ、砂鮫さんがやべえなこれ、総合1位やば。さあ3レース目はクッパキャッスルってことで、いやなかなか武雄さんエグいコース選んでくるね。クッパキャッスルはな、まあそんな苦手意識はないんですけど、どうしようかな立ち回り、まあ相手もどうせなんかないからコインも取れないな、これこんだけ前に人いたら、ただ風もらった、でかい風もらって5位まで浮上していく、ただコインが取れ、あとはこの火の玉ボールに当たらないように気を、まあ、ジャンプアクションが入んないんですけど、 OK、 アイテムしっかり1個拾い回して、キノコ1個かしょっぱい、これ前と逆方向です、今のいい判断だった、前としっかり逆方向に行くことによって被弾を回避していく、まあ、ダッシュ版これ今踏めてなくない。抜かれてんねそのせいで、多分これビッグゾーさんさすがにダブル取るよね、取らんのかーい。そっかこれ上級者のテクニックあんのか、ここなんかよくわかんないグライダー走法、クラクションやばすぎ、あっぶねえ、殺意が高すぎるこの人、本当に完全に今の俺を潰すためだけのクラクションですよね、そうそうそう、ファイヤーボールはこれいずこ、怖い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 、なあ誰かしょうがないこれは、まあはい当たりはしていく、今ファイヤーボール見えたな、ワンチャンこの直線で当たるかもしれないけど、当たったらまあしょうがないとして、ほダブルしっかり交換していく、ジャンプアクションは入んなかったけどダブル取れたんで OK よ、まあ悪くないこれ、どっちこれ、そっち側なら問題はなし、木野さん星でショートカットかな、ファイヤーボールは全部かわせます、ダブルしっかり潰して後ろに取らせないようにして、ただサンダーが怖いなこれ、これ踏んないってことはまだ大丈夫、いやー振るかテレサ使っとくんだった、いや振るのかまだ踏んないと思っちゃったな、まあ、しょうがない今のは宅読みなんで、まあ、ただ言うてまだ7位でコインも結構あるから悪くはない、キノコ単品まあ俺が何をしたっていうんですかね、ただ前にビクゾーさんが走ってる、いやビクゾーさんバックスタンうまいからな、てかマリカが強いよ、みんなバックスタンうまいんで、いってただキノコリカバーできますよ、この前と逆方向ナイスしっかり、いやそっち来るかってだだだダブル取れるかなこれ、ただダブルの争奪戦が始まった、いやこれキノコ保持やな多分これ正解は、前にダブル取られそうなんで、ここはキノコ保持して引かれそうで怖すぎる、引かれないように気をつけます、テレサはでかい、ほいで一回被弾回避して赤コーラ、まあまあキウイか、もうちょっと上がりたかったな、134位いや砂鮫さんがうますぎる。でも伊豆さん総合1位はナイス。はい、3グランプリ目ファイナルレースってことで、泣いてもらってもこれでおしまいか、早かったな本当に、時が過ぎるのが。さあ優勝できるかどうかはこのレースがね、このレースの順位がどうなるかにかかってるんで、まあ打開するかこれは、このコースは打開結構できる気がするから知らんけど、そうこの順位、このコースの順位によってマジで優勝あるんで本当に、ただ今回砂鮫さんが早いからな、そこがちょっと怖いけど、だからできればねベストは砂鮫さんを潰しながら、まあ僕らが上位に入るみたいな、まあ、ただそんなねうまくいかないからな、特定の個人を潰すなんてことはできないからこのゲーム、そう前を走ることに僕は必死なんですよこのゲームはね、ダブル、いやあっぶね、ダブル交換して赤はかわしている、後ろ潰します、でこれ前が赤持ってるからこのキノコは使わんで温存やな、あっぶね、当たりは怖すぎなんですけど、わあそのスター強えな、羨ましいな、そうそう、緑単品やばすぎそれ、前行こう、これ1回ボムやばいんで前行こう、多分あれ後ろに置くんじゃないかな俺の予想が正しければ、お後ろ投げちゃってナイスキノコ、今んとこは順調よ、はい、ちょっとキノコもったいない気はするけど
あっぶね。これさすがに欲しい。いや、1個交換かな。1個はショートカット残しておきたいんで。オッケー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 。畑底さん、やめてくれマジで。許せえ畑底さん、本当に。一緒にアマンガスをやってる中じゃ、逆関係ってやば。一緒にアマンガスやってる中ちゃうんけ。あ、邪魔すぎばもち。やめて。いやー、マジでこれもったいねえミスしたな。逆半切ったのは完全に僕のプレミなんですよね。ただしっかりダブル取っちゃって、ナイスだ、強い。サンダー？サンダー振ればバンジー解決なんですけど。まあまあいい。後ろのスター怖いから、でこれ義足さんの爆弾怖いんで。いやー、当たるそれマジで？それ当たんの、まあ。いやー、終わったくせー、スターナイス。せめて砂鍋さん抜きたい。無理か？ナイス。8位か、いやこれもったいね、あったな、もっと上位。いやー、まあ、砂鍋さん最下位に沈んでるから、それはいいんだけど。あ、どうかな、これ。いやー、これあったなー。はい、ということで、総合8位ですね。これはちょっとわかんない、誰が優勝するかは。でも、ワンチャンありそうだから、まあ、出して結果発表待とうと思いまーす。はい、結果が出ました。いや、なんとね、僕らのチームは1位ということで、いやマジで嬉しいわ。ちょっとね、途中心が折れかけた時もあったんですけど、主に1グランプリ目なんとかね、総合優勝することができました。これは全て伊豆さんのおかげですね。しっかり伊豆さんが、まあ、上位をキープしてくれてね、僕を引っ張ってくれたんで、まあおかげで僕もね、毎回毎回点数2倍になることができたんで、まあ、ただちょっと最後のね、最後の動物の森、少し悔いが残るね。逆半切って、被弾祭りしちゃったから、まあ、あれがなければ、もう少し上の順位になって、まあ、倍ではあるけど、総合1位もあったからね。一応これさ、表見てもらえばわかると思うんですけど、総合2位なんですよ、僕ね。あ、もちろんこれ倍だけどね、点数。点数倍してるんで、まあ、実質総合順位は7位ぐらいなんですけど、まあ、一応形式上1位取りたかったな。まあ、悔いは残りますけど、とても楽しいね。ポケマリハイじゃないわ。ポケマリハイじゃないんだよな。アモマリハイ、実況者フレセンでした。主催の畑底さんね、本当に僕を誘ってくれてありがとうございます。そしてね、僕と一緒に走ってくれた11人の実況者さん、本当にありがとうございました。ってことで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。では、お疲れ様でーす。